今日から赤パッチョ、赤パッチョ自作。赤パッチョとして生きていくんだったら許せるわ。じゃあ西村赤うじのいい感じの雑談。じゃあ、あの赤星さん、いつものようにタイトルコールお願いしますわ。タイトルコールめちゃめちゃむずいんですよね。張り切り具合は何十代の僕がいい。いや、もうそれはもう8歳8歳ちょっと待ってね。OK 西村赤うじのいい感じの雑談。死ぬかと思ったわ。いや違う、でもごめん謝るわ、今の良くなかった。こういうのをね、こう相手が、相方がすごい頑張ってくれた時に、うん、あの見捨てちゃダメだね、はしごは外しちゃダメだわ。そう今後もこういうことが起きると考えた時に、そうあの背中から切られる覚悟のあるやつしか背中から切っちゃダメだからね。お互いに今のすごい良かったねみたいな感じしていかないと。そう、うん、大きくないと、ね、あの、うん、次は西村さんコールお願いしますって言った時に、そうもう一番ね、それがね、おもんない空気やから。そう、このラジオは僕西村と e スポーツの会社の社長をやってる赤星さんがいい感じに雑談をしていくと、そういう番組です ね、 そうね、この芸能界がこぞって入り込んできている YouTube 時代に、はい、そうですね、いい感じの雑談なんていうめちゃこううぞうむぞうがいる空間に飛び込んでいく。全く番組のコンセプトが1ミリも分かんないタイトル。専門性ゼロ。徐々に、ね、近させていく可能性はあります。これはでもあのちゃんと視聴者さんにも知っといてもらった方がいいと思ってるんですけど、あの最初に話し合ったんですよね、どうやってこのラジオをあの有名にしていくかっていう。で結論はゲストの人の人気に頼ろうと。あの結局なんか、まあ、僕ら喋ってたら、まあ、こう5、60点は出せるやろと。そこそこ面白さは出せるやろ、だからそれを知ってもらいさえすればそれはどうやんの、もう100ゲストだと。小判ザメのようなラジオ。じゃあそんな感じで今日のゲスト2回目ですかね。2回目そうですね、あのサメを紹介しましょう、はい、今日のサメを、はい、今日のね今日のジンベエザメは今日のジンベエザメはこちら。はいはい、どうぞサメちゃん。サメパッチョです。めっちゃ辛い、今のめっちゃ辛いノリできた。ちゃんと使います。大丈夫です。ご安心あれ。いや、これね、ライブ放送だっていうのをつい10分前に知ったんですよ、私。はいはい、あの例でサンプル送ってくれたのが、あの動画だったんで。ああ、はい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 。あら、やっぱ収録なんかなってね。あ、そう、収録なんかなと思って、はいはい、あの、うん、めちゃくちゃあの油断してましたよね。で、ちなみに、収録と生放送で、うん、じゃあ、うん、そのサラパッチョ先生におかれましてはですね、生放送だと気合が必要で、動画は気合が必要ないということをおっしゃってますか、もしかして。それは、そうですね、生放送の場合は、ちょっとあの警戒しますよね。何に対して警戒しますか。放送事故を警戒します。放送事故。ああ、まあまあね。その動画はね、何やっても最後編集してもらえればいいやろと。その編集してね、うん、あの、うん、ちょっと、あ、ここあのカットでとかできる。はい。普段からそんなあれなんですか、こう、うん、危険な発言しかしないっていうスタンス。なんかわかんないですけど。全然ね、もう何の確認もされずに出されますけど。なんか飲み配信とかやってるじゃないですか。あ、そうですね、うん、近頃はもうライブ顔ばっかりですね、こんなご時世なんで、はいはいはい、確かに。あ、そうか、動画はやっぱりなかなか撮れないって感じですか。やっぱその各自の家でしか撮れないみたいなところもあるんで、うん、どっちかっていうと、うん、今つながってる感じみたいなのをやることが多いかな、最近なんか生放送で。ちなみに今のは誰を意識した真似だったのかな。ちょっと聞いてもいいですか。
そうね、そうね、ちょっとあの回避はできなかったですよね。いや、ごめん。じゃあ、多分手の形はあれをあの理解できてるんですよ。やっぱアロハみたいな手の形だと思うんですけど。そうそう。いや、ちょっとその、ね、小指ね、うん、そう。ちょうどこの動画の、あの、二重に使われてる、うん、デイズゲスト。あ、そうそう。そうですね、これにね、あの、これ見ながら喋ってました。あこれはちなみにおいくつの時なんですか？これいつだろう。でも大学生とかですかね。大学4年生。大学の時はもうじゃあギャルだったんですか、先輩？あ、もう土着層ギャルでしたね。あの誰の影響を受けてギャルになるんですか？そういう時。あ、確かに確かに。誰ですかね。特に誰にも影響を受けずにあの、独自のギャルでしたかね。え、最初なんかその師匠と分かんない、なんかギャル道じゃないですか、ギャル道、ギャル道を支持していくためにこうなんか小悪魔アゲハをいきなり買いに行かないじゃないですか、多分。そうですね、初手はね、初手はね、そう、初手小悪魔アゲハはもうなんかあれじゃないですか、そんなデビューの仕方しないじゃないですか。そうですね。小悪魔アゲハほどではなかったかな。いやでもちょっと上げてたかもしれないですね。上げてた。上げてた時にその、うん、誰からその、うん、ギャルらしさをこうインストールしていくんですか。いやもう本当に、うん、なんだろう、何でしょうね。もっとだもっとだって自分で追求していったら世の中的にはそれをギャルと呼ぶみたいな感じになって、うん。確かその修行僧みたいな高まり方。空手家のようななんかね。あの自身を追い込んでいった結果ギャルになりました。そうそう、周りも別にギャルがいたわけでもなく、あ、違うんだ、ギャルと、そうそう、え、ギャルをギャルとして認識しながら成長してたわけではなくってこと？あ、ではなく独自にギャルを開拓してた。なんじゃそりゃ、すげえな。だ、化粧がどんどん濃くなってったってことでしょ、つまり。そうかな、そうそう、なんか当時なんでしょうね。でもまあそういう風潮もあったのかもしれないですけどね、つけまが流行ってた。はい、そう、つけまめっちゃすげえやんみたいな、うん。先輩ってさ、年って公開してるんでしたっけ？うん、公開してないです。あ、してないんだ。じゃあちょっとその話やめとこうか。でもね、あのよくあるあのさ、俺あの今日の話をパッチョとするにあたって、あのすげえよくあるあのしょうもないブログあるじゃないですか。なんですか、しょうもないブログ。タナパッチョの本名は何？ああ、はい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 、結婚して既婚者の噂もみたいなやつ。はいはいはい、ある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 。あのなんか、そう、タナパッチョの身長はみたいなんで、最後にあのいかがでしたでしょうかって。だってタイトルがサラパッチョの本名がやばいっていう。で、これ本名やばいことある。読み終わっても本名出てこないですからね。解明しないっていう。まあ、ちなみにじゃあ読みましょうか。サラパッチョってどんな人ですね。第一の項目は、うん、あの入りから、うん、明るく元気なサラパッチョって書かれてますね。もう小学生と同じ紹介。そのブログを読んでるんですね。そうなんかブログ、そう、いろんな人と関わり合うことが好きな性格で、今の仕事はまさにぴったりですよね。なりまそんなサラパッチョですが、中高まで女子校に通っていました。おお、ここまで正解かもしれない。年頃の女の子なら驚愕がいいと言い出しそうですが、サラパッチョは真面目な一面もあるのですね。すごい、でもこの記事ちょっと、これね、最高ですよ、最高。途中から積もってくるのがずっと呼び捨てなんですよね。もう書がね、継承みたいなもんなんで。いや、いいですね。しかも、うん、その後ミクシーに入社するサラパッチョですが、初めのうちは苦労することが多かったと語っています。そらそうやろ。そらそうやろ、まあ、ふざけんなもん。しかしモンスト担当になってからは自分を表現できて毎日が楽しいみたいですね。そんなこと言ったことないもん。サナバッチはとても元気がいいですが、年齢を重ねてもずっと元気のままでいてほしいですよね。いい感じに書いてくれてますね。
あでもこう、うん、あれですね、何年に入社したかみたいなのを書いてますね、うん、その記事の中で。あそうですね、それとか、ね、そう推定年齢、あ誕生日がこう、うんうん、判明しましたって書かれますよ、こう年齢がドーンってそうそうそう、結構ね判明しまくるんですよ、このブログ大体大体判明しまくるんです。それが確かな情報かは謎っていう、ね、分かんない分かんない、そうだって留年してるとか浪人してる可能性を考慮してないからそうでもね、私昔はね言ってたんですよ、なんか、やっぱあれなんですか、その、うん、年齢を重ねるごとにちょっとやっぱ言いづらくなってくるみたいな、うん、いやそんなこともないんですけど、なんかあの、うん、周りがあんま言いたくないっていう人がいて、あいや周りの人はなんかこう年が近いよねみたいな話もしちゃってるから、なんかあんまりない方がいいのかなみたいな、ね、連鎖したくねえってことか、そうそうそう、周りの人で一個上だよねとかいう話を知ってたりするから分かっちゃうみたいな、なるほどね、なんか別にいいんだけどみたいな感じですね。うーん、真面目、真面目な一面もあるんですね。知ってる、そう真面目な元気で元気なのに、年齢重ねても元気で頑張ってほしいですよね仕事終わりにウォーキングをしている、健康にも気を使ってて偉いですねなんか上からなんだよなそんなサラパッチョは最近どんな感じで仕事してるんですかこのブログにはね、西部からのいやいや、もうブログのもう記者とに気持ちになりました今、うん、完全に、あ記者の気持ちでねでそう、そんなサラパッチョが最近はどんな仕事をしてるか調べてみました調べてみた、でもなんか最近あれですよね、あの、うん、出役以外のことも結構やってるという噂を。ああそうですね、もともとそうですね、出役だけじゃない社員なんでね、はいはい、ずっとやってはいるんですけど、うんうん、モンストのね動画やりなの企画とか公式チャンネルの立ち上げとかやって、で一回離れて、うんうん、で、あのスマイルポンチュっていうあのユニットのお手伝いとかをしつつ、でまた戻ってきて、うん、今結構またモンストのどっちかっていうとこう、うん、YouTuber さんとかと一緒にこうモンスト盛り上げたいねみたいな話とかをする仕事をしてるって感じですね。はいはい、その一環であれですね、こう、うん、オンライン飲み会とかをやったりしてるわけですね。あそうそうそう、オンライン飲み会とか結構気軽にあの YouTuber さんとか仲いい方とかね来てくれたりするんで、はいはいはい、そういうのも一つだったりするし、うんうんうん、みたいな、うんうん、そんなんよ。なるほどね、意外とね真面目な一面が、そうこの流れでめちゃめちゃ仕事の話すると思うじゃないですかうん、もうこっから仕事の話一ミリもしねえからいいが9つあるのにいい話しないみたいなそうなんですよ、言ってたよねeeSポーツとか、ちゃんと、ちゃんと聞いてる、ちゃんと聞いてるえ、おっぱいもんなことないとか、ね、前回配信ちゃんと聞いてるやんけそんなんやなっていう感じで来ました。今めっちゃモンストしてますもん、だって話しながら。いいですね、いいですね、いいですね、それぐらいのね、お互いにそれぐらいの雑さがね、うん、いいんじゃないですかね、雑さがねなんだったら僕もクラロワしようかなぐらいの気持ちですからねクラロワリーグもやってるし、クラロワリーグもやってるしなっつってなんかわかんないですけど、その社員として表に出るみたいなスタンスでどれぐらい経つんですか？私ですか？うんうん、なんだろう、モンストで今6周年半だから、うん、6年ぐらいですかね。はあ、6年。はい。わ、小学校卒業するわ。なんか確かに。わかんない。そうだからなんかさで。そのモンストのこの力もありながら、うんうん、こう社員なのにインフルエンサーみたいなポジションになるじゃないですか。うん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 、だっておはなんだっけ、おはパッチョだっけ、おはパッチョ、なんかおはパチ、おはパチ、おパチョ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 、あれを言うだけでな、お前どんだけいいねつくねんみたいな、なるじゃないですか。いやね。よ、なんか良さの要素ゼロじゃないですか別に。1回見始めた時はあなんか新しいなってなるかもしれないけど、確かにこうね、あの今日はね4月18日、うんうん、で4月17日は、おパチを釣りに行きたい、うん、川釣りとか憧れる、これは分かる、
これは、まあ、その情報量がそうそうそう、まあ、そう情報量が問題は415ですよ。415よいちおぱちよでにっこりのマークのこの5文字、はい、はいはいはい、5文字のツイートに対して206いいねついてるわけです。いやこれ比較するとですね206対230かな、うん、さっきの魚釣りたいが魚釣りがね、だから魚釣りで与えるいいね力は30しかないわけですよ。いやもう一つ好きかつ魚釣り好きな人は30にしかいない、この世に。残念。そう。だからオパチオだけで200の破壊力がこう常に秘めてるわけですね。どういうこと、意味わかんないですよね。いやでもツイッターですよね、ツイッター文化ですよね、うん、そうそうそう、うん、でね、これが噂のオンライン飲みやるよっていう告知が172なんで、もう分からん分からん。良さの良さの基準が分かんない。喋れば喋るほどみたいなの。確かに。だからオンライン飲み会より、おぱちおが強くて、そうそうそう、おぱちおよりはおぱちおプラス魚が強いってこと。そうそうそう、おぱちお一番強い強コンビ。おぱちお強い。おぱちお強いんだな。じゃあおぱちオンライン飲みにしといたらもうこれはもう。なるほどね、全部ね言ってかないとね。そう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 、もうみんなおぱちを言いたくて待ってるまであるから。いや、これでも確かにおぱちを、ね、うん、以外は100ぐらいですよ、もう。いいねがタイミングこれだって使っていくしかない、使っていくしかない。モンスターストライク公式のモンストニュースが16時から始まるよっていうのをもうすぐ16時からニュースだよ98。モンストからもう離れてるんですね。いや本当そんな感じですよね。すごい、全然インスタとかの方がいいねとか多い気がします。あれさ、インスタは何、なんか見に行くと非公開みたいになってるんだけど、あれフォローしないとダメなのか。あ、そう、フォローした人だけ見れるよっていうサービスになっております。なるほど、ね、それは何ですか、そんな、なんかアメンバー限定公開みたいな感じ。アメンバー、アメンバー若いやついんのマジで。なんかログインするたびなんかよくわかんないボックス開けてちょっとずつポイント貯めていく。そうそう、アメンバーのアメンバー書いてたな大学の時。昔はね、インスタあのオープンだったんですけど、はいはい、なんかオープンにしとくとめちゃくちゃなんか変態さんがいっぱい来るんですよね。うん、ああ、なんかあれでしょ、なんか私の肌これでめっちゃ綺麗になった、信じられないみたいな、なんか、そんなん来るんすね。あのなんか無限に広告のツイートしてくるやつがいる、ね。そうそう、そういうのもいますし、なんかすごいいっぱいのグループにボンって入れられて、なんか、はいはいはい、エッチいやつポーンでなんか投げられるみたいな。へー面白い、そんなことあるんですね。クローズしたんですよ、そうそうそう、はいはい、今僕こう申請飛ばしたんですけど全然もうこのアカウントは非公開です。リクエスト済みみたいな感じだったんですね。はい、僕もリクエスト済みです。本当つら、はい、ないな、承認してあげましょう。お願いします。何だろうこれ、あ、発見しました、できたかな。これ更新したら見れるのかな。あ、見れるわ。見れる。わあ。ずっとなんかこう、なんていうんですか、ほっぺぷくみたいな感じでして、ちょっと鬱陶しい感じの顔じゃないですか。いや、もうなんか最近さ、まあ、ほぼ化粧してないから、こう見て、はい、そうそう、もうぷくーしとかないともう気がめいるねっていう。いや、違う。やばい、赤星さん、ごめん、俺ちょっとコンセプト忘れてたわ。このパチオさんのおパチオパワーに、そう、おパチオパワーに、こう、あやかって、こう、僕ら人気を伸ばしていきたいって言ってるのに、こう、来たゲストをね、ディスっちゃダメだ。すごい。すごいいい写真。そう。メガネがやっぱね、似合いますね。いや、ほんと。いやいやいや、思ってないやん。なんかこれ、フィルターかけてないのに、お綺麗ですね、ほんと。そうね。フーディーとかやってないと思うんですけど、お綺麗ですね。フーディ
フューターね。そういうことね。オパチョ強いって話ね。オパチョ、オパチョのね。いや、なんかでもさ。いいですね。時々放り込まれてるあの、ポエミーな、ポエミーな文章がいいですね、これは。何すか、ポエミーな文章って。もっとどこ見ればいいですか、それ。いいんですけど。いや、これどれですか見つけて、見つけて。いや、なんで、14週間前。14週間前。14週間前。どの写真、どの写真だよ。私読ませていただいてよろしいですか。あ、お願いします。お願いします。社会復帰頑張る君は美しいパチオとね。これマジもっとやってほしい。それどこやろ、面白すぎるやん。重要週間、え、どうした、どういう写真かちょっと教えてよ。ちょっと今あのディスコードに貼りました。これさ、写真の上に、はい、そう字が書いてあるやつね。はい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 。このパターンで、そうそうそう。なんで社会復帰か。ミツル方式ですよ。いや、これあれじゃないですか。あの1月なんですよ。1月6日の投稿なんですね。だから今年は特に正月も長かったから。あ、なるほどね。長期休暇からのブルーな社員に向けて刺しに行ったんだ。そう、その時はもうオパチを使わずに。もう、そうね、そうね、三つ尾方式でもう元気つけていこうっつって、うん、いやだってすごいよ、1185いいねついてるもん、このポエムに。いや、すごい。やっぱこれクローズな空間の方よね。いや、やっぱね、あの、エンゲージが高いっすね。エンゲージが高いっすね。いや、面白いなぁ。そんな何を聞いたことそんなで、なんかそうで、このポエムを続けながら、うんうん、こう音楽活動されてる方じゃないですか、ね、42万もフォロワーがいるわけですよ。いや、42万ってこれどういう値かご存知ですか、うん、ちなみに赤星さん、42万って他にどういう方がいらっしゃるかご存知ですか。ああ、全然わかんないね。どうだろう、42万クラス。ちなみに今、私、あの42万台の他の有名人、今、探し終わったんですけど、はい、あ、発表お願いします。まずですね、びっくりしますよ。いくつか出していきますね。はい、お願いします。ドミノピザ。ドミノピザ。すごい、すごいじゃん。もうすでにすごいじゃん。ドミノピザと、はい、ほぼ五分。ドミノピザか、そう、ドミノピザ、ドミノピザが42,924です。おー。だって、ドミノピザって確かあれじゃなかったっけ、うんうん、その30分以内に届かなかったら無料にするみたいなキャンペーンを初めて始めたというピザ屋でしょ。その当時アメリカはピザがもう冷めて届くのが当たり前だったんですよ、うん、国土も広いし。そこでドミノピザ30分以内に届けなければ無料にしますって言って、はい、あったかいピザを届けてこうシェアをめちゃくちゃ取りまくったっていう、そのドミノピザと互角五分。そして世界的やん。そして日本オリンピック委員会 JOC が 41JOC よりも上です。やった。ちなみに JOC をフォローする人ってどういう気持ちなんやろな。どういう感情それ。あとほぼ五分もう一人います。ほう、お願いします。吉田沙保里。おーおお、霊長類最強とため。あとジュジュ。ジュジュはパチオですよ。いや、すごい。これはだってもうその3人並んだら、ジュジュか、うん、吉田沙保里かパチオかっつって、じゃそれぞれ挨拶してくださいって言っても、うん、吉田沙保里なんか別にないわけですよ。もうお辞儀するぐらいですよ。でもこっちはおパチオあるから。もうね、そうそうそう。オパチはあるからね、ジュジュもなんかね、すごい別に歌うぐらいしかできないでしょ。そうですね。AU の公式より多いです。AU の公式。はあ、すごい。ウーマンラッシュアワーよりも多いです。すごい。Amazon よりも多いですね。はい、僕が知ってる人で逆に、はい、パチオさんより多い人いないんじゃないかな、その知り合い、リアル知り合いで。そうですね、いるかな。三浦アナウンサーよりも多いですよ。うん、へえ、三浦アナウンサーそうなんすね。三浦アナウンサーでも60ツイートしかしてないんで。あ、もう、ステアカ。ス
してます。だって、いやでもアンジャッシュ渡部健よりも多いのはやっぱすごいっすね。すごい。すごい。すごい。テレビで見てる人より多いのすごい。いやでもさ、僕らが先週、先々週かな、先週だ、お世話に、ラジオで一緒にお世話になったドズルさんね、もう生配信をして、同説1700人とかでしたよ、その日の。すごい。そう、今のね、YouTube ライブの同説が12人だから、もう100倍僕らより価値がある。人間としての価値が僕らより100倍高い。そう。ドズルさんですら、あの、Twitter のフォロワー数は15万人だから。そう。そう。だからね、こう、まあね、もちろんこのなんか認知度というか、知名度かける信頼度で結局影響力って生まれてるから、うんうん、その中のどれぐらいの人たちがじゃあ演芸するんだみたいな世界がありつつも、うん、ありつつも40万フォロワーが見えてる世界ってどんななんですか？確かに。なんかもう大将軍が見る世界やんか。そう、もうだからもう、イキリ、イキリ魔人みたいなのをこう自分の中で踊り出したりせんのかなって。確かに。我ツイッターの王なりみたいな感じになるのかなっていう。いやいやいや、全然。もう。ちなみに、日本で600位ぐらいですよ。え？フォロワー数。すごっ。いや、それで言うと、さっきの、その、赤さんやつは、うん、まあ、ツイッターのフォロワー数だけじゃないですけど、いろんな風にこう、うん、人気になっていったわけじゃないですか。そう X フラッグパークをしっかり出し、まあ、それこそ東京ゲームショーでステージに出たりとか、うん、生放送に出れば、はいはいはい、あの田中かわいいとか言われるわけでしょ、多分超一握りね。そうそう言われてきてますよ。そう、もうその時にやっぱり基本的には、うん、なんていうの、うん、こう調子に乗るのが人の差がってもんじゃないですか。そうだから乗らないようにするのむずいっすよねって話してる、ね、そうそうそう、そんなことないでしょっていう。いや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 、うん、でもなんかこうあれじゃないですか、もうほとんど9割9分モンストについてるファンだと思ってるから、うん、全然なんかあにならないというか、真面目かよ、真面目な一面出してくんだって今。いやいやなんかその6年もやってたらさ、っぱその境地にやっぱどっかで多分たどり着くんだよね、うんうん、はいはいはい、なんだけどそのね、若い、もうほぼ新卒みたいな状態で多分入って、こう表に出ていくみたいな世界の中で、うん、わあ、えげつないぐらいフォローされるやん、私、みたいな。いや、絶対あるよね。絶対ある。てか、なかったら、ちょっと、人じゃないと思っちゃう、もう。いや、最初は、作った時は、なんかあの、5万ぐらいかなとか言って作ったんですよ。はいはい。最初は。フォロワー行ってもまあ5万ぐらいいくなとか言って作ったら、もう本当ものの数週間とかで数分すごいすごいことになったんで、そうなんかこの人たちは一体なんでフォローするんやろうってちょっと逆に怖くなりました。はあはあはあ、何を求めてんやろみたいな。私石じゃないけどみたいな。そうそう、私マビ石じゃないけどみたいな。マビ石じゃないけど何もできないけどみたいな。そうそうそう、こんな感じやった。なるほどね。いやすごいよ、粗品より多いですからね。粗品ベイビーメタル気まぐれクックより上ですよ。すごいって。クックさん YouTube のこうフォローとか登録は分かるじゃないですか、意味がその、うんうん、あのちゃんと通知を、確かにツイッターのフォローって、うん、なんやっけってなりません？そう、そうそうそう、そうそうそう、だからなんか確実に情報を取りに行くんだったら YouTube の登録だけしとけばいいわけじゃないですか。そう、公式とね。そう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 、そう、だけどそれ以上のなんか何かを求めてるから、うん、そのそういややっぱりここはやっぱり最初の話に戻っちゃうんですけど、やっぱ、うん、パッチをの頃いやでもさ考えてみてくださいよ。おパッチをって言ってる人をフォローしたいかっていうと、うん、僕はもうそれはゼロだと思うんですよ、ね、違うんだよこれが。違うの俺らに気づ、そうだから俺らも使ってってみようよ、うん、そうそうだ、赤星さんもちょっと作りましょうよ、そのおは、そうおは星、おは星、おはほし、おはほし。おはほしはね、一旦パチをこすってこよね。だって、赤星さんは赤パッチじゃないから。いやもうだから、パオ使え。パオ使え。実さない、実さない。今日から赤パッチとして生きていく。今日から赤パッチを実さない。赤パッチとして生きていくんだったら許せるわ、じゃあ。
俺もインスタでポエムとか始めたい。ポエム始めてくださいよ。いやでもポエムはなんか何なんでしょうね、こうずりー、マジずりー、マジ認められてる。どんな感情であれやってんのかも超知りたい。すげえずるいもんだって、なんか届けとか思ってんでしょ、だって届けもうみんな頑張れ届けって。すげえなー、マジすげえわ。めちゃめちゃかっこいいわ。そういう意味ではちょっと調子乗ってるかもしれない。いやーそうだよね、そうなってくるよね。いやー最高だな。ちょっとおぱちょってると今言ってみてください。ツイッターで赤星さん。赤星さん、赤星さんお願いします。赤星さん、ちょっとツイッターで、今そんなこと言われる前にも打ってました。打ってました。これがどういう効果が得られるかをちょっと検証しましょう、今から。全段にものいいね数叩き出します。このにっこりマーク、どうやって PC で打つねん、これ。なんか、顔文字とか出てない。コピペで。いやーこれむずいな。あ、分かった、もうこれ。これを画像保存して添付してみよう。いや、絶対違う。もうめちゃめちゃ画質悪い、ガッサガサ列が出てきちゃうから。多少ね、表情違っても大丈夫だよ。そんな変わんないよ。でも、この顔文字が一番ね、いいんですよ。そうだよね。大丈夫ですか、行きました。もう200いいねありますよ、これは。本当に、いや、これさ、ちょっと、まあ、この後ね、あと30分か1時間くらい話すとするじゃないですか。だいたいツイッターなんてさ、そんないいねなんて、そんな、そんな長く続くわけじゃないですよ。30分後に何いいねなのか、ちょっとかけましょうよ、全員で。ちょっといつものアメレージを見ます。いや、違う、そういうことじゃないよ。あの、だって、おぱちょだって、先輩だって、普段のアベレージ100ぐらいなのに、おぱちょ200だから。普段のアベレージ関係ないっていう。赤パッチョのアベレージ2倍ってこと。そうそう、赤パッチョの2倍ぐらいか。だから、多分50いったらもう、やっぱ、あれ、検証。確かに。検証。確かに。成功。検証成功。すごい。50いくまで帰れません。マジ？じゃあもう一生配信もんない、これ。今2だよ、2。2でしょ、2って。でもおそらくこれを聞いてくださっているモンストクラスターの人がもうリツイートしてくれてますよ、これも。おっ、これを聞いてなんとかキララ ELOC のナウシカさんがですね、ナウシカさんの妹さんがですね、リツイートしてくれてますから、やっぱりこれは。あるモンスト界隈にはこう浸透してる可能性が高い。マジツイートしてないのに。いや、でもこれ、このさ、この、もうよく見ると、この表情めちゃくちゃムカつきますね。この絵文字の表情。やばいムカつくな。かわいいでしょ、じゃあ。何の感情もないみたいな。いや、いいですね。こんな感じですよ。何にも話が進捗しないんですよ。はい、あ、そう。あの、何の話なんだっけって、そう。いや、そう。これね、難しいのが、これをじゃあどうやって編集するって話になるんですよ。山がないんでね。山がないんでね。山作ろう。そう、毎回なんか、あの、あれをちゃんとしないといけないんですよ。こう、テーマをちゃんと作らないと。いかんなと思って。全部ね。うん、だからやっぱその人のなんかこう普段あんまり触れないけど、うん、なんか聞いたらちょっと面白かったみたいなのがいいんですよ。うん、はい。確かに。通常サナパッチョさんになんかインタビューみたいなので聞きそうなことを聞かない。うん、うん。そう。だからそれはもういろんなね、さっきのいろんな記事。40万フォロワー。ついてて、我ツイッターの王なりみたいになりませんとか絶対聞かれないじゃないですか。調子乗ってへん。ポエムいいっすねとか言われないじゃないですか。だからそういう。
ね、そう、自分では買わないけど、うん、人からもらったら嬉しいなみたいな感じ、うん、ああいいね、そのコンセプト超いいね、うん、そうそう自分では買わないけどね、はいはい、そう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 、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、ウェルチ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 ね、いやこれウェルチは、ウェルチを目指して、いやこれね、ウェルチはね、赤星さんめちゃくちゃいいこと言ってるよ、なんでかっていうと、あのミクシーのミーティングをするときに毎回お好きな飲み物どうぞってこう出される中にウェルチがあるんですよ。で確かに俺は毎回ウェルチを取ってミーティングに行くんですよ。なぜなら自分では買わないから。下の方にね。そう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 。そうそう。あの左のなんか、ね、うん、そうウェルチは多いんですよね、お客さんに。やっぱウェルチ美味しいですからね。ウェルチ美味しい。最近ウェルチなくなっちゃったんですよ。うん、そう、なくなったの。あの、オフィス移転してからなくなっちゃったんですよ。はいはいはい。ウェルチーってなってますもん、お客さんも。だから毎回ウェルチ取ってますよ。ほんと100。100ウェルチ取ってた。私もたまにウェルチ盗んで飲んでました。でも確かに、その、うん、フォロワーが40万人超えて、こう、どう、ね、あの、X フラッグパークのさ、それこそあの、うんうん、重心から発表なんて、はいはい、何万人が見るわけじゃないですか。20万とかね、30万とか、うん、そう。そしたらさ、なんかやっぱ街歩いてても常に監視されてるみたいになりません？うん、あ、そうそうそう。なんかちょっとした YouTuber みたいななんか人生になるんじゃないかなと、うん。そうそう、ちょっとしたところか、だって多分もう、うんうん、僕らが知ってるどの YouTuber、どのが言い過ぎかもしれないけど、僕らの周りにいるどの YouTuber さんよりも多分こう見られてる数は多いはずなんですよ。確かに、ね、単純な露出数はこそこそあ、パチオやパチオやん、あれパチオちゃん、あれおパチオ、おパチオ朝、いやでももう12時だし昼だし昼だしな、昼だしな、おパ、おパ、おパみたいな聞こえないの、なんか飯食ってていや、結構ありますよあ、やっぱあるよね、あります、あります、うん、なんか大体、あれみたいな二度見があるじゃないですか。はい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 。私結構気づかない方なんですけど、でなんか二度見してまずその人がやる行動はあの、うん、私の画像検索をするんですね。ああなるほどね。まず顔を確認しようっつって。はいはい、はい。えあれちょっとそのパッチョっぽいけどあんまわかあそんなに頻度高く見てないからちょっと確認しようみたいな。はいはいはい。見比べて。そう。はいはい。ってなる、うん、なってるっていうのはすごい多いです、うん、でもさ確かにそのさっき言ってくれたみたいにこうめちゃくちゃファンですみたいな人が、うんうん、ね、あのたくさんいるわけじゃなくて見られてるわけじゃないですか、うん、そうそうそう、だからそたすごいファンですみたいな人がいるんだったら極端な話になってるだろう、うんうん、次のアクションはサインくださいとかじゃないですか、そうそうそう、でもなんかこう知ってるサラパッ、あれサラパッチョちゃん、サラパッチョでしたので行った時の次のアクションって何になるんですか、うんうん、ツイートじゃない、ツイート、ツイートツイートサラパッチョ発見、パチを折った、うん、折ったパチを折った草、チラ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 見るみたいな、チラチラ、声はかけれんかったみたいな、かけれんかったけど折ったわみたいな、だからもうだからやっぱそのあやっぱさパチオさんもうさすがに40万ぐらいになってくるとエゴサとかしないんですか、うん、いや全然たまにしますよ、あしますね、やっぱ、はい、そしたらだからその検索ワードやっぱパチを折ったがやっぱ多分ね。サラパッチョしかしないね、うん、パチオとかあのパッチョとかはちょっと追い切れたんですけど。はいはいはい。ちょっと今調べてみましょうか。サラパッチョいた。サラパッチョいたね。あでもありますよ。あの X ラック2017、うん、サラパッチョとパライが後ろにいた、サラパッチョ可愛かったって書かれてますね。ほらほら。ほらいい子や、そしてその下にサラパッチョだっけいたっていう、やっぱこうちゃんと認識されていないやっぱりね、やっぱりやっぱり、そうそうそう、いやー、でやっぱ声もかけられることもしばしばあるんですか、あーまあちょこちょこありますかね、ちょこちょこ、サインとかあるんですか、サインサインとかあるんですか、写真が多いかもしれないですね、サインとかよりも、サインはやっぱお持ちなんですか、なんかサインありますよ。へえ。なんかさ、ブロマイドとかこのサインを作んないといけないなということを認識した瞬間のさ、ところ、調子乗ることが確定した瞬間あるじゃないですか。だって、わかるわかる。普通に、
普通のフォントで書けばいいわけじゃないですか。サナバルチョって。そうそう。ちょっと普通だったらね。だけどなんか、ね、シャ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 みたいな感じで。今サイン書いてるやつ全員的に回したぞ。大丈夫か。サイン書いてるやつとサインを店に貼ってるラーメン屋全員的にしたけど大丈夫か今。そうなんか数多く書くからこれぐらい簡略化せなみたいな。ああはいはいはい。確かに確かに。いやそれそれやっぱ調子乗りますよね。そうなんかそうですよ、うんうん。最初はなんか凝った感じにしてたんですよ。あじゃあ、はいはい、最初めっちゃ適当だったんですけど。はいはいはい。ひらがなでサナパッチョ。サインで出るの。何あるか出るか画像やっぱあれですよメルカリにありますよ多分サイン入りみたいなグッズとかね売らせてもらったりしてるんでうーんあるよ、ね、そうちょっとかっこいいのがいいなっつって最近英語に変えたんですよ英語ローマ字へ、はいはいはい、調子乗ってるな確かにいやでもちょっと今お送りしますけど例えば、こういう、なんだろう、これサムネなのかな、うん、視聴者の皆さんにも分かるように、OBS にも入りますわ。うん。うん、何これ何いや、こんな、こうサラパッチョで検索すると、こういう写真が、まあ、出てくるわけですな。はいはいはい。これってなんか分かんないけど、やっぱその、インフルエンサーとしてやっぱこういう表情をしておかなければみたいな。そうやっぱね、このコピーしていく感じのね。これはあれですね、朝ごはんの動画ですね。どこ行ったんだろう。朝ごはんのやつだよね。あ違う。朝何の動画かわかんないですよ。これ朝ごはん作る用動画です。すごい。え何モーニングルーティーンとかしだしてるってことですか。もうなんか2年ぐらい前にからなんかそういうエクフラチャンネルっていうサブチャンがあるんですか。そっちでなんかそういうのやってるんですよ。中の人が日常的に。すごいね。赤星さんご存知ないかもしれないですけど、そうサラパッチョで YouTube 検索して一番最初に出るのはなんか休日の動画っすよ。いや本当だよ本当本当。ハワイちゃんじゃんハワイ行きましたみたいな。ハワイの YouTube で水着で映ってますけど、100万再生いってるじゃないですか。100万再生いってます。おついに100万を突破したんです、ね。これは、さすノリですね、さすノリ。そうですね。乗ってますね。これはね、さすがですよ、うんこう。インフルエンサーとしては多分調子にね、さっき言ったみたいにモンストだから乗ってないかもしれないですけど。うんもしかして私、可愛いかっていつだったのこんなにこのサラパッチョの休日が100万再生されるということは、もしかして、そうだね、そうだね、この動画内に私のことしか載せず、モンストのことは載せていない動画にもかかわらず、100万再生が100万再生を超えてしまう5464いいねを受け止めてしまうこの私のこれはもしかするとまさかまさか私はあるかあるか来るかうまいわ、めっちゃ面白いな、面白いな赤星さんのね、おパチョがまだ7いいねしかついてないことは置いといてねでもルンルンがいいねしてくれたもん、ルンルンがルンルンはいいねしてくれた普段の2倍じゃないですか、これルンルンいいやつだな、キララもいいねしてくれたもんねキララさんなんてもう何したっていいですでしょ、もはや。区切らなくていいですか、西村さん、この。いや、もう諦めましたね、いいこう編集点を取るのは。
いや、マジでね、マジでめちゃくちゃ難しいんだって、この編集。もうここまででワンテーマ、オパチオですよ。だってこれ、オパチオの話も、だってこうサムネ力もゼロだしさ、オパチオの話。オパイほどじゃないですよね、オパまで。もうそう。オパー、あの、まるまるにしてる。いやもうだから今、ね、そうね、おぱあ、サラパッチョさんとおぱまるまるの話してきたっつって、そうそう、おぱまるまるの話してみたね、この絵文字でこう締めましょう。完璧じゃん、完璧じゃん、完璧再生取った、再生取ったね、取った取った、サラパッチョのおぱまるまるの話ですよこれ。いや、これは取ったわ、やりましたね僕ら、100万再生取れましたね。頑張れ。継承第2弾で、あの明日の朝、あの赤星さんがさっきオパチをやったじゃないですか、あのサラパッチさん、はいはい、明日の朝オパマルマルお願いしますか。何で訳したって感じやで、何位でつくかだけちょっと最後継承しましょう。そうだね、オパマルマルの方が伸びるかもしれないって。そうだね、そうそうそう、いやもうだから、どんなクソレス、クソレスがつくのかということです。確かに。なぜ書きしたの、いろいろ想像しちゃうなみたいなことを、うん、ぜひリストされてほしいですよね、もう。その真相はこちらってこのリンク貼ります。そうだね、そうだね、オパマルマルについて話したよって。それはね、マチオのオパマルマルについて話したよ。それはちょっと動画出したときちゃんとやってもらいましょう。もう100万再生取りに行こう。じゃあまた、うん、あの遊び来てくださいよ。いや、またぜひぜひ、うん、あ、そうだ、うん、ラジオのさ、ケツの部分だけ取りましょう、赤星さん、いかがでしたでしょうかの部分だけ取る。ブログブログみたいな感じで、そうそう、最後だけ、そのもう今回はあの別編集なしで、この中だけで全部完結する感じでいこうよ。OK、 むずっ。 OK、あ、でも、でも締めは西村じゃないの。あ、確かにそうだわ。じゃあ 俺8歳やったし、8歳。うん、次何歳、何歳になる。12歳で。指定される前に言おう。いかがでしたみたいな。ちゃんちゃい、ちゃんちゃい。12歳で締めて。じゃあ12歳。12歳の頃どうなったかな。小6で締めて、小6で。うん、小6、俺、生徒会長やってたから。ああ、いい、ね、うん、結構なんかちゃんとちゃんとしてた、ちゃんとしてた。我この小学校の王なりってなって、王なり、王なりだったから。もうほんとなんかもっと落ち着いた感じだったね。声がね、高いの出るかな。あいや、もう大丈夫、大丈夫、もう高えから大丈夫。え、嘘でしょ、めちゃめちゃ低い。じゃあ西村さん、じゃあ最後、はい、目の挨拶お願いします。いかがでしたでしょうか。私たち西武と赤星はこんな感じでラジオをこれからもやっていきたいと思っております。いい感じのラジオ、来週も聞いてね。フォローしてこいよ。フォローしてこいって。 いや、いいですね、いいですね、助けに来いって。生徒会長っぽさが出てた、うん、よかったよかった、本当に。じゃあこんな感じでね、また次回も楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。またパッチョさん、またよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日も聞いていただいた方ありがとうございました。バイバイ、はい、本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。